バットは回っていますですけどね、簡単に、はい、素晴らしい、これが藤川のうん、3位広島は今日敗れています。三振、昨日が、まあ、頭を使って、心の中で藤川もこれ投げてると思いますけれども、146キロ、見逃しの三振、ワンアウトですよ、はい、フォークですね、三球三振でなるとしたらフォーク、空振り三振、最後は147キロ、ランニングしに行こうというところ、まだじっくりとストレッチを行って、2者連続、サヨナラに、そう振り返っていました。迎えた今日の試合、見逃しの三振、高め、見逃しの三振、空振り三振、空振り三振、ワンバン気味に投げれるかどうかですよね。先ほどフォークボールが高めに浮きました。まっすぐ浮きました。149キロ、開幕2連勝ということになります。まっすぐ、見逃し三振、スリーアウト、三振、最後は1番の本田、落としてスイングアウトの三振です。バッターは4番のカブレラ、初球、このまま締めるのか、スイングアウトの三振、最後は151キロ、すればね、リズム乗っていけると思うんですけど、はい、この回戦、今シーズンマウンドに立っています。空振り三振、150キロのストレート、描いたシナリオ通り、かは締めくくれるか、すべての思いを背負い投げた一球三振が残っています。週末デーゲームと名古屋ドーム、さあ力と力の勝負、空振り三振、150キロ、ホップしてるように見えるという、ここまで5球連続ストレート、6球目低めにいった、見事なボール、ここでスッと抜いてきました、三振、やっぱりストライクとボールがはっきりするようになってくるとやっぱり良くないでしょうね。タイガース守備位置が変わりました。先ほど盗塁した際に痛めたんでしょうか、左太ももを痛めたという情報、はい、